なあ、霊夢。今度一緒にラドン温泉に行かないか？ラドン温泉、お湯の中から怪獣が出てくるの？怪獣は出てこないけど、放射線は出てくるぜ。放射線？そんな温泉に入って大丈夫なの？低線量の放射線を浴びることで少量の活性酸素が発生するんだけど、これが刺激となって体の防御機能が向上するという研究結果があるんだぜ。毒が量によっては薬になるように、放射線も少量なら薬になる可能性があるんだね。まあ、少量の放射線を浴びるくらいなら健康に良いかもしれないけど、大量の放射線を浴びれば逆に健康被害が出るぜ。歴史上には、大量の放射線を浴びた結果、悲惨な末路をたどった人々がいるんだぜ。え、どんな人？その話、もっと詳しく聞きたい。というわけで今回は放射性物質に人生を狂わされた人々について解説していくぜ。放射線については、放射線とは何かを原子レベルでわかりやすく解説、というタイトルの動画で詳しく解説しているから、その動画を先に見ておくことを強く推奨するぜ。概要欄にリンクを貼っておくぜ。さて、まずはラジウムという放射性元素について解説するぜ。今回の話にはラジウムっていう元素が大きく関係しているってこと？そういうことだぜ。ラジウムは原子番号88、元素記号 Ra の元素で、1898年にマリー・キュリーとピエール・キュリーによって発見されたんだぜ。ラジウムは、陽子と中性子を2個ずつ放出するアルファ崩壊を起こしてラドンという別の元素に変わる放射性物質だぜ。ラジウムは発見された当時から、がん治療の救世主として注目を集めていたんだ。ピエール・キュリーは、ラジウムは皮下組織に火傷を生じさせるから、がんの治療に利用できるのではないかと提案していたんだぜ。また、1904年にはロンドンの病院に勤務していたジョン・マクラウドという内科医が、内臓がんの治療にラジウムを利用したところ、腫瘍が小さくなったそうだぜ。ラジウムの発見は、現代のがん治療にもつながる画期的な発見だったんだね。また、医師たちはラジウムが崩壊することで発生するラドンという放射性物質にも病気を治したり、生命力を高める効果があると考えていたんだ。20世紀初頭のアメリカでは、放射線を放出する温泉が人気になっただけでなく、ラドン飲料水を作る装置まで売られていたんだぜ。温泉に浸かるだけじゃなく、ラドンを飲んでいたの？さすがにやりすぎなんじゃ。ラドン飲料水製造装置の中でも特に人気があったのが、リバイゲーターだぜ。この装置の正体はラジウム入りのウラン鉱石から作られた壺で、蛇口までついていたんだ。リバイゲーターの使い方はとっても簡単。毎晩この壺に水を満タンに入れるだけで、放射能を持った水を作ることができてしまうんだぜ。お手入れも簡単。ガスに一度固めのブラシでこすってから熱湯を注ぐだけで OK。この水はいつ飲めばいいの？喉が渇いた時や朝起きた後、夜寝る前など、飲みたい時に飲むと良いぜ。飲む量の目安は1日2コップ6杯以上だな。こんなに手軽にラドン飲料水が楽しめるなんて、でも、お高いんでしょう？1929年時点で、お値段たったの 29.5 ドル。まあ、お安、少ないでしょ。かなり強気の値段設定だけど、この装置は数十万台売れたそうだぜ。数十万台？そんなに人気があったんだ。ちなみに、1920年代はラジウムが入った美容クリームや石鹸、歯磨き粉などが市場に出回るくらい被爆アイテムが流行っていたんだぜ。放射線を大量に被爆したら健康被害が出ると思うんだけど、当時は放射線被爆の被害が確認されていなかったの？放射線被爆による健康被害は当時から確認されていたぜ。被爆の被害者として代表的なのはラジウムガールズだな。ラジウムガールズ？アイドルユニットみたいな名前だね。ラジウムガールズは、1910年代後半から1920年代にかけて、ラジウムを含むヤコウト用を時計や文字盤に塗る作業に従事して放射線中毒になった女性工場労働者たちのことだぜ。アメリカの第一次世界大戦参戦に伴い、暗闇で光るラジウムを含んだ塗料で時計や軍用の文字盤を塗装する工場がアメリカ各地に設立されたんだ。この緻密な作業をするには女性の小さな手が適していたから、何百人もの若い女性が雇われていたんだぜ。
ちなみに、給料はかなり良かったそうだぜ。女性作業員たちは毎日ラジウムの粉を浴びていたせいで服や髪、肌が光り輝いていたから、ゴーストガールと呼ばれていたんだ。また、作業員たちは、塗料を塗るときに使うブラシは唇や舌を使って形を整えるよう指示されていたそうだぜ。そんなことしたら、体内にラジウムが入っちゃうんじゃん。とても危険なんじゃないの？彼女たちが監督者にラジウムの危険性を尋ねても、監督者は心配することはないと言っていたみたいだぜ。しかし、女性作業員たちの体には明らかな異変が起きていたんだ。最初に異変が起きたのは、米国ラジウム社に勤めていた女性作業員だぜ。この作業員は時計にラジウムを塗る作業を担当していたんだ。まず彼女は歯に痛みを感じ、その歯を抜いてもらったら血や膿が出てきたんだぜ。その後、この謎の病気は彼女の口の中の至るところに発生し、下顎を取り除くまでに悪化してしまったんだぜ。下顎を取り除くなんて、想像するだけで痛々しい。結局、彼女は大量出血により1922年に亡くなってしまったぜ。しかし、彼女を見た医者は、なんと彼女の死因を梅毒だと判断したんだ。梅毒？ラジウムから出る放射線が原因じゃなかったの？彼女以外にも同じような症状で亡くなる作業員が続出したんけど、会社側は彼女たちの死と作業の関係を否定し続けていたんだぜ。ただ、この事件がきっかけで業績が悪くなってしまったので、会社側は第三者機関に調査を依頼したんだぜ。依頼を受けた第三者機関は、作業員たちの死因がラジウムであると結論付けたんだ。ところが、会社側はこの調査結果を認めず、さらなる調査を行い、第三者機関とは真逆の結論を出したんだぜ。従業員が亡くなっているのに、ひどすぎる。その後、ラジウムガールズは米国ラジウム社を相手に訴訟を起こしたんだ。この裁判は1928年に示談で解決したんだけど、裁判費用などの負担により、米国ラジウム社は多くの工場を閉鎖せざるを得なくなってしまったんだぜ。このようなラジウムガールズの悲劇はメディアを通じてアメリカ中に伝わり、労働者の命を救う法律の制定や、労働安全衛生局という機関の設立につながったんだぜ。ラジウムガールズの犠牲は無駄にはならなかったんだね。とまあ、ここまでラジウムガールズについて解説したけど、この時代にラジウムに体を蝕まれていたのは彼女たちだけではなかったんだぜ。アメリカには、ラジウムが含まれた放射性飲料水に依存したことが原因で、体のある部分が穴だらけになった男がいたんだぜ。どういう経緯でそんなヤバい飲み物に依存するようになったのか想像できないわ。時は1927年11月。エベン・バイヤーズという45歳の実業家は、列車を貸し切ってパーティーをしていたんだ。その最中、彼は寝台から落ちて腕を怪我してしまったんだぜ。数日経っても痛みが引かず、高額な報酬を支払って何人かの医者に診てもらっても痛みは収まらなかったんだ。また、彼は全米アマチュアゴルフ選手権で優勝するほどゴルフが上手だったんだけど、腕の怪我のせいで思い通りのプレイができなかったんだぜ。バイヤーズは何とかしなければと焦っていたんだけど、ある時医者からラジトールという新製品を試してはどうかと提案されたんだ。ラジトールは高血圧や勃起不全などの150種類の症状に効果がある万能薬として宣伝されていて、現在の貨幣価値で1本約15ドルで販売されていたんだぜ。1本15ドル？なかなかの高級品だね。バイヤーズが試しに飲み始めてみたら、不思議なことに腕の痛みが和らいだそうだぜ。そしてバイヤーズは、ラジトールのおかげで腕の痛みが治ったと確信し、この魔法の薬に依存するようになってしまったんだぜ。ラジトールにはどんな成分が含まれていたの？1本のラジトールには、放射性物質であるラジウム226とラジウム228が1マイクロキュリーずつ含まれていたんだぜ。226や228という数字は、原子核内の陽子と中性子の数の合計を表しているぜ。1キュリーは、370億ベクレルに相当する単位だぜ。1マイクロキュリーなら37000ベクレルに相当するな。つまり、ラジトール1瓶の中では1秒間に7万4000個のラジウム原子が崩壊していたことになるね。バイヤーズは、1927年11月のある日を境にラジトールを1日3本も飲み始めたんだぜ。これは、
推奨されていた服用量の3倍に相当するんだぜ。また、バイヤーズはラジトールが好きすぎるあまり、同僚や女友達、さらにはお気に入りの競走馬にまでラジトールを飲ませていたそうだぜ。一歩間違えれば殺人事件になっちゃうね。結局バイヤーズは、ラジトールを飲み始めてからわずか5年で1500本ものラジトールを飲んでしまったんだ。そして、1931年には彼の放射線被爆量はレントゲン数千回に匹敵する量にまで達していたんだぜ。1年300本のペースで飲んでいたの？これだけ飲んでいたら、さすがに体がおかしくなるんじゃない？1931年には、放射線によって顎の骨がボロボロになり、バイヤーズの顎は文字通り落ちてしまったんだぜ。顎が落ちたの？めっちゃ痛そう。実は、バイヤーズの神経もラジトールによって溶けてしまっていたから、彼はあまり痛みを感じていなかったらしいぜ。不幸中の幸い、なのかな？バイヤーズは1932年3月31日に亡くなってしまったぜ。死因は放射線被爆によって体中に発生した複数の癌だぜ。死亡時のバイヤーズの体重はわずか42キロで、腎臓は完全に機能不全に陥り、肌は黄ばみ、脳には膿が溜まっていたそうだぜ。また、彼は意識がはっきりしていたのに発話がほとんどできず、おまけに頭蓋骨が穴だらけになっていたんだぜ。JCO 臨界事故の話を聞いた時にも思ったんだけど、放射線って容赦なく人間の体をボロボロにしてしまうよね。やっぱり放射線は怖いよ。さらに恐ろしいことに、彼の骨からも高濃度の放射線が検出されたため、彼は鉛の棺桶に入れられて埋葬されることになったんだぜ。結局、連邦取引委員会はラジトールの製造中止を言い渡し、1930年代前半にはアメリカ国内でラジトールを見かけることはほとんどなくなったんだぜ。これらの事故は、放射性物質に対する十分な知識があれば防げていたかもしれないね。JCO 臨界事故、ラジウムガールズの悲劇、バイヤーズの死に共通しているのは、どれも放射線の性質や危険性が十分に理解されていなかったために起こってしまったということだな。放射線は、うまくコントロールすれば人の命を救う道具になるけど、コントロールできなくなると殺人兵器に変わってしまうことを私たちも理解しておかなきゃいけないね。それじゃあ、今回の話をまとめるぜ。キュリー夫妻によって発見されたラジウムという放射性物質は、癌治療の救世主として期待されていた。また、ラジウムやラドンなどの放射性物質を利用した薬や装置が市場に出回るようになり、ヒット商品も生まれた。しかし、1920年代に入り、ラジウムガールズやエベン・バイヤーズの死によって、放射線被曝の危険性が認知されるようになり、やがて被曝健康法の人気は半減期を迎えた。というわけで、今回の解説はこれで終わりにするぜ。もしよろしければ、動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。リクエストや要望も随時募集しているぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。